江戸へ戻る甲州道中を急ぎつつ、マトカは無名とライデンに己が手に入れたペリー提督の目指す先を伝えます。されはペリー提督は天人円相寺を狙っておると申されるのか。そう、待て待て、おい十番、そいつはカラバンの大ボラじゃねえだろうな。信じてもらう必要はない。そう小声で語るマトカだが、その恩情にいささかの疑念が混じっているのを無名は聞き逃さず、ライデン殿、ここは万一ということもござろう。こと天人円相寺に関わるのであれば、我らゾンビ者にとっても一大事。仲たがいしているいとまはどこにもござらぬぞ。天人円相寺はゾンビ者を生み出す母なる木、そして天性の要、生死を超える技の具現ともいえるその存在は、九九村に秘匿されてるとはいえ、それをゾンビの頭目たるペリー提督が狙っているとあれば、たとえ誤報であれ用心するに越したことだし、確かに天人円相寺に何かあら、わしの夢もついえるって話だ。いよいよ正念場。ライデンが己の両方を平手でパシンと叩くと、目の前にそびえる城、江戸城をにらみつける。御殿にいるペリー提督を葬れば、これより先ゾンビが日の元の国にはびこることはねえはず。うん、頭目を失って集わぬゾンビなど、もはや烏合の衆も同然。そうと決まりゃ、もうグズグズしちゃいられねえ。ペリーにはとっととお引き取りを願おうかい。
Let's go.
Let's go.
こ。Thank you.
不粋な真似をしてくれるじゃねえか、レンジストアよ。江戸城の御殿にペリー提督の姿はなく、代わりに彼が日の元の国に来て初めて食らった歌舞伎役者の親子が待ち受けております。歌舞伎の名演目レンジ氏の親父氏小獅子のせいに扮した親子のゾンビは見事な結びつきで無名雷電マトカの3人を追い詰めるが、ついに一世一代最後の舞を踊り切り、舞台の梅雨と消え果てる。むごいことを。ペリーの手がかりを求め親子の装束を探っていたマトカは一辺の覚え書きの手に立ち上がり、これを。そこに記されていたのはゾンビの頭目としての誠の目的。天人演奏時が見つからねえからって日の元の国を丸ごと燃やしちまうた。一体どういう了見だ。ゾンビに人の断りごとうてもせんなきことでござる。私たちは黒船へ向かうだけ。江戸湾に浮かぶ黒船ではペリー提督が天人演奏時を燃やし尽くすため海からの総攻撃の支度をしているという、ここに来てようやく三人の目指すところが合一し、直ちに黒船へ向かうことになったのでございます。